はい、皆さんこんにちは、つばきしです。ということで今回もカルチョビットやっていきます。で、まあ前回の動画見ていただけた方は多分わかると思うんですけど、まあ本当人数がギリギリというところでね、なかなかの選手を獲得できずにちょっともう試合を迎えちゃうわけですが、とりあえずあと一周あるのでちょっと飛ばしていきます。もしかしたらここでオファーした選手が獲得できるかもしれないんでね、いきまーす。あー、気持ち悪い。デュー選手、お、入団合意してくれました、ありがとうございます。はい、次グリフィン選手ですね。この人1回オファー断られてます。どうでしょうか。あー、すいません。はーい。あ、ウーロン選手にもオファーしましたね。どうでしょうか。さあ川上選手どうでしょうか。さあエレット選手どうでしょうか。おー、合意してくれました、ありがとうございます、エレット。さあ上りお選手どうでしょうかね。お、合意しました、ありがとうございます。いや、意外といいんじゃない、うん、意外と増えたよ。あー、安心安心安心。全員断られてたマジでもう試合できねえからな。さあ鳥野選手どうでしょうか。はい、ということでまあ移籍選手こんな感じで、3選手かな、獲得できたということで、まあ試合に臨んでいきますか。その前にまあスタメンいきますか。まず真野選手をワントップっていうか、まあ一応3トップでやるんですけど、トップの一番上で置きます。で、一応フォワードが今いないのでね、まあとりあえずまあデュー選手、フィジカルスピードが高いデュー選手を、右のウイングという形でいきたいと思います。はい、まあ一応登録ポジションが変えれるので、まあデュー選手フォワードでいきます。まああんまりこういうポジションとか変えるのも良くないとは思うんですけど、まあちょっとしょうがないです、すいません。ちょっと一人ぐらい変えさせてください。はい、ということで開幕戦第1節、スポルティーレ浜松で静岡前 FC、 開幕戦でまさかの静岡ダービーということでですね、まあ清水エスパルスもいじびる方と来週静岡ダービーがあるということですので、まあそちらも楽しみつつこちらも楽しみましょう。それでは試合していきます。はい、ということで試合開始、 N1 リーグ第1節開幕戦お送りしたいと思います。フォルティーレ浜松で静岡マユシーということですね。ちょっとトトウィンがちょっと低いんですけど、まあしょうがないですね。まあ圧倒的にフォルティーレ浜松の方が能力は高いですね。ただそれにどう打ち勝つか静岡マユシー楽しみでございます。まあ先日はもうほんと去年と変わらず433のライン高めで、コンパクトに保っています。ということでキックオフ。さあ、まずね、まあ開幕戦で、ちょっとね、能力もね、ちょっと微妙な感じなのでね、まあしょうがないんですが、その辺、おい、いきなり来たか？ちょっとオフサイドが欲しいね。でもいい形でしたね、非常に。さあ、フォルティーレ浜松、キーパーから繋いでいく。さあ、落として、熊谷一人かわす。うわ、二人かわす。あー、シュート決まってしまう。まあこれしょうがないね。能力高いんでね。さあ、先制点を許しました静岡前 FC。ここからどういう追い上げか楽しみでございます。フォルティーレ浜松はスタミナがね非常に高い選手が多いですね。この辺にボールを集めていきたいところですが、ちょっと後ろが手こずっている。2失点目。まあもうこれはしょうがない。ちょっと能力低い分ね、ちょっと後ろはちょっとズタボロなんですけど、まあその分点を取ればいいわけですよ。さあ、真野選手はもうちょっと前でプレーしてほしいですね。さあ、クロスが入ってくるぞ。お、デュー、シュート惜しい。いいシュートでしたね。さあ、裏オフサイドはないか。シュート決まってしまう。さあ、失点目。ちょっとこれはまずいぞ。しかし、まあ、これから能力を上げていくしかないですね、この辺は。まあ、もしくはいい選手を取るかっていう感じで。おー、来た！シュート決まる！素晴らしいゴールだ！さあ、サイドから一本で、あの選手。このパス素晴らしかったですね。ここから、サイドから、武元選手や、この人、新加入なんですけど、いきなりいいパスくれますね。ナイス、ナイスパス、ナイスシュートでございます。さあ、早くも、やはり武元選手、チームに馴染めてないでしょうか。4失点目。ちょっと後ろが厳しいかな。ちょっとライン下げた方がいいかな、これ。ちょっと前半はちょっとね、これ厳しいね。さあ、武元クロス、いいボールだ。惜しいね。さあ、ここで前半終了。ちょっと4失点が痛すぎるね。さあ、しかし1点取れたのはでかいね。ということで、後半開始です。フォルティーレ浜松も交代1人います。ということで、開始です。さあ、でも意外となんかハマりそうなか、ちょっと厳しいね、それは。そうだね、前繋ぎたいね。さあ、ちょっとでも出すとこがないかな。なと思うんですけど、そう、こうやってサイド使え、厳しいか。早いね、ここ。熊谷早い。うわー、アップゴーシュート。ナイス。ちょっとラインコンパクトじゃないので、うわー、危ねー、危ない。ちょっと選手交代していきます。さ
さあ、エレット選手を八谷選手と変えて入れます。さあ、ここ番持つ。熊谷、早いな。シュート。キーパー正面。さあ、オーケーオーケー、ナイスナイスナイス。ちょっとね、手こずってるな、やっぱ。やっぱライン高めじゃないといけないかな。なんで止まってんの?5失点目。あ、もうスタミナがなさすぎて止まっちゃったかな。止まってますね。そんなことあります？さあ、83分です。さあ、くるみクロス。いやー、惜しいね。わずかにわず。しかし、いい形でしたね、今のは。切れてて、ちょっと追いつけない。さあ、エルナンデス、クロス。エレット素晴らしい。さあ、一瞬超えるか。ここで試合終了。静岡ダービーは5対1の完敗となってしまいました。ちょっと守備面に課題が残る結果となりましたが、まあ、1得点取れたのは収穫じゃないかなと思います。さあ、ビリということでね、こんなビリっていうのは久しぶりに見ましたね。まあ、これもこれで楽しいんじゃないかなと思います。さあ、渡来選手ですが、おお、静岡選手入団敬語をしてくれました。ありがとうございます。さあ、これは非常に素晴らしい。いや、ありがたいですね、これは。でかいですね。ありがとうございます。さあ、ザビエル選手ですが、おお、入団してくれました。ありがとうございます。さあ、増えていくね、どんどん。ありがとうございます。さあ、川端選手ですが、どうでしょうか。さあ、入団、合意してくれました。ありがとうございます。はい、ということで、今回はフォルティール浜松対静岡メッシ、静岡ダービーをお送りしました。まあ、5対1と完敗だったんですが、また新たにね、選手が加入したということでね、まあ、新たな即戦力になるんではないでしょうか。ということで、まあ、どんどんトレーニングしていってね、また新しい強い静岡メッシを見せていきたいと思います。ということで、次回は静岡メッシ対佐世保ドッグスお送りしたいと思います。それでは、さよなら、バイバイ。